いい番号引けますね。2番とか引こう。1桁引こう。引そうお願いします。1回ぐらいは引こうよ。はい。ちょっとこれで。おはようございます。みえちゃんと悲しい。これ一緒。はい。はい。見えちゃったの。私も見えちゃったよ。私も見えちゃったんだよ。確認するときに。いきますか。はい。せーの。サンキュー。43。やっぱいつまでたっても私の方がちょっと早い。でも近いです。そう、ね、近いです。みなさんおはようございま す, います。七瀬静香と白鳥美優二人をしてピークドッグ。さあ始まりました。せーの、パチラブということで、今回なんと最終回でございます。はい、収録ホールさんは今回もプレイランドキャッスルワンダーさんです。はい、お願いします。よろしくお願いします。最終回です。最終回か、あっという間だね。半年間にわたって、まあはい、パチラブやっていくっていう風になっていまして、その6回目半年が今回で経つと、うん、いうことですが、はい、今のですね、あのポイントの方が、先月の分でなんとかプラスに持っていくことができまして、今2人合わせてプラス11,238ポイント。結構さ余裕あるよね。ほんと前回2人ともが頑張った結果ということで、うん、今矢が2本ある状態なんですよね。しかもご褒美の矢でしょ。ご褒美の矢でしょ。すごいよね。で的の方も出来上がっております。嬉しい。皆さんで見ていきますか。わーい。で、ご褒美の方が白鳥美優ちゃんが多いですよね、今。そうだね、3分3個いってる、うん、ここちょっと押さえてほしい。チラッと見える。嘘、見えた。それまずいな。チラッとなんか最後の文字が見えちゃって、 あるんだこれ、うん、もう意識してほしい。なるほどね。だからちょっとこう向きにした方がいいんじゃないかな。あ、そうね、そうね、うん、で、罰ゲームの方に私の名前の方が、うん、まあ、今のところは多いとなっているので、うん、今日マイナスになってしまうと1万1000、ちょっと見えないんですけど、1万その分もし私たち2人合わせてマイナスになったら、うん、罰ゲームの方。あとさ、バンジージャンプもあるじゃん。500プラス500マイナス500でしょ。私が一番マジ怖いんだって。マイナス500とプラス500、うん、この間になるとバンジージャンプを2人で受けないといけないという、だから微妙な中途半端な結果を出すなということですね。半年間ね。そうだね。ということで大事なのは実践機種ですね。実践機種でございます。どうする？うん、今回どうしようかな。でもマックスはマックスに行ってマイナスになる恐怖、うん、そう、それはちょっと怖いよね。だからといって守りに入ってで、うん、アマネジに行くっていうのも最終回で違うかなっていう、うん、しかも矢5本欲しいしね。言うなら欲しい。できればね、うん、トイレットペーパーとかさ、たわしとかだけどさ、もらえるものはもらってきたいじゃん。もらってきたいよね。そうなんですよ。なので、ね、うん、私はですね、うん、まあライト、ミドルあたりなんですけど、うん、肛門ちゃま、これが299です。うん、ミドルバージョンで、うん、ライトミドルで行くんだったらジューシーハニー199、うん、この2機種を狙っていこうかなと思います。抽選結果が39の39番なんでまあどっちも狙えるかなとは思ってます。そうだよね、はい、私もね、今回は寝台、またね、前回引き続きやめた方がいいって。もうじゃあこの間はもうやめなって。そういうの今回寝台じゃないんだけど、なんで最後の最後にまたやらかそうとするの。大丈夫、見た、ちゃんと大丈夫、大丈夫、今回大丈夫、うん、あの大丈夫、うん、249の真田純勇士、こちらの新、まあ新しめの台か、ちょっと懐かしい台の AKB まだ解禁になってないとかじゃないの。入ったらこう抑えられていついつ解禁みたいになってんじゃないの。確認した、それ解禁してる。してる、してる、絶対絶対してる。大丈夫、大丈夫、絶対大丈夫、安心して今日は大丈夫、大丈夫。私もう、うん、最後のご褒美の的にしらといてるように、うん、もうプラスになっていくから。いや、ほんと口だけは達者だからさ、この人入ってみて急にそう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 ってするんで大丈夫ですか。大丈夫、うん、今回プラスで絶対おらすから。あ、はい、あんまり変わらなくて、まあ、最後の最後までいい番号引けなかったんですけど、ね、結果だけはね、いい結果を残して締めくくり、うん、エンディングね、ご褒美の方から私たちはね、そうだね、受けたらと思うんで、うん、1万何ポイント、1200何ポイントだね、うん、1万2000ポイントぐらい、うん、
ここをマイナスにしないように、そうだね、最終回乗り越えていきたいと思います、はい、それでは行ってきます。行ってきます。パチラブ。さっき真事実が分かりまして、あの的に同じところに当たっても有効らしいんですよ。私てっきり1個当たればそのまたはい終わりってなると思ってたんですけど、だからよく言えば私商品券1万円分っていう的を持ってるんで、そこにマックス5本で5本刺されば5万円分の商品券もらえるって。でみゆも言ったら商品券2万円分の的があるから5本そこに刺さったら10万円分の商品券、逆に言えば罰ゲームで、ビンタっていう枠があるんですよね。みゆちゃんビンタって枠があるんですけど、そこに5本刺されば私5回みゆにビンタしないといけないっていうちょびっくりして、大体終わりじゃないですか、1個の的に当たれば大体終わりなのに何度も何度もできちゃうっていう、っていうのでなんかまあ余裕がありますし、ポイント的には余裕があるんでマックス行こうかなっていう、ちょ本当にさっき知ったんですよ。なんかディレクターも知らなかったんですかっていう感じだったし、私たちもそうなんですかっていうのが、今さっき最終回の再生列残り入場まで3分前っていう時に知ったと、これはどういうことだとね思ってて、もうどうしようかなって、マックスに行ってマイナスになっちゃったりとかして、1万ポイントでしょ、2人合わせて1万2000くらいなんで、逆に小悪魔ある数字でしょ。マックスとか言って取り返しのつかないことになって、中途半端なプラス500からマイナス500の間にもなりうるっていう、あー怖い、あー怖い。8月3日です。私のお姉ちゃんの誕生日です。そして言うなら元彼の誕生日です。おはようございます。おはようございます。あーどうしようかな、ちょっとでも狙おうかな、訪問茶前にしようかな。訪問茶前の299、 ST 継続率 80% のこっちで朝は頑張りたいと思います。今までこういうのであまりご褒美とかもらったことないんで、でも本当に本当に狙いたいな。で私がね当たってる的も結構良くて、なんだっけ、商品券3万円いつも間違えるいつもおる、いつもおるんですけど、商品券2万円いつもおる本当に。あだから5本あったらそれで2、5、10、10万円確かに。それとうまい棒とたわし私ゲットしてしずちゃんがあれトイレットペーパーと、何でしたっけ、トイレットペーパーと1年分とん、あそうだ、シルピンそれ取られてるんだ、消費券1万円だ。いいところ、いいところ取ってるから、お互いマジ頑張ろう。ありがとうございます。さあ今日も頑張るぞ。本当私こう朝のね台を探すのに本当苦手で、あやばいやばい、 逆光どあれ、あーあった、ここだここだここだ、あ思いっきり角台だった、やりました、ありました。真田純優氏今日はこちらで頑張っていこうと思います、よろしくお願いします。本日はプレイダムキャッスルワーターティーンへご来店いただきまして、これ打ちなよ、え巨人の星、巨人の星、うん、今野球すごい熱いじゃん、えこれ巨人の星なの、甲子園やってんじゃないの、分かんないけど、いやそうや、もう甲子園の季節だね、うんうん、ええやらないの、いや真田純優氏行くって言ったじゃん朝、うんうん、取れた取れちゃったんだ、カルダイ取れた、あ取れなかったらと思ってたんだけど、ありがとう優しいね、うん、近いしねここなら、うん、近いし、オッケー、バンジージャンプだけやめようね、はい、ウィス、何よ顔打たないって、打って欲しかったんですけどね、打たないって、打たないか、自分で打たない、私は打たない、私は巨人の星は
スロットは好きですけど、パチンコは打ったことないんで、コモンチャマがいいです。玉を貸し出しして玉を出す。なるほど。はい、ということで最終回パチラブ。早いですね、半年が経つというのは。今日で全てが決まるということなので、なんとかですね、ご褒美のところの私の枠ですよ。私2個しか今枠ないんで、そこをもう1個プラス3つの枠にして、そこに全て今日当たるように、とりあえずプラスに持っていかないといけないかなと。で、選んだのが、ミドルタイプとコウモンチャマ299分の1でございます。 ST なんですけど、まあ、50% で突入すると 50% はなかなか苦手なんですが、あのコウモンチャマに関しては結構相性よく、今までいい結果何度も掴んできている台なので、まあ 50% 入れて、そこからのまだ 50% で16ラウンドたくさん引いて目玉を作っていこうかなと。で、まあ、もしダメだったら、ミドルでダメだったら、まあ、ライトをミドルに移動しながら、ちょっと様子見ながら今日は頑張りたいと思います。最後なんで、あの大きい出玉を獲得したいなとも思ったんですけども、やっぱ無茶はいけない。なんか守りすぎるのも良くないっていうことで、うまいでやんす。やっぱ中間のミドル、ライトミドル、まあ、硬いところですね。まあ、今日は見えるところに白鳥さんもいるということなので、まあ、そんなに相手の様子を伺う必要もないかな。真田重雄氏を打ってるので確率も一緒、あのほぼほぼ一緒なので、見えるところにいる間は相手の動きが見える、見れるということで、まあ、安心して打てる、安心して打てるんですけど、逆に言えば不安にもさせられる可能性は大ということですから、先に当てたいと思います。待ってるやつ。お、緑、この野郎、チャンス、ここは疑似連であってほしい。あびっくりするぐらい何もなかった。とりあえず本当に先に当てた。緑、しました。保留が、お願いします。さあ、もっともっと、いいよ。頑張ってる。かっこいい。8点。おめえか。どれにしようかな。大したことなかった。
なんか怖くなんていうか最終回で2人とも当たりなしとかありえるじゃないですか。ないけどね。そんなことはそんな風には絶対させないですけども、まあ、パチンコなんでなくもないですよ。天井機能とかついてないんで。最終回収録頑張りたいと思います。よろしくお願いします。今回はパチンコ三田準優勝ビクトリーで頑張っていきます。今回打つ三田準優勝なんですけども、大当たり確率が249分の1、確変突入率が 50%。 前回はあのパチラブの前回収録の時は毎回 50% の壁にぶち当たってつらかったんですけど、今回も 50% です。前回は4ラウンドの50% の4ラウンドのほばか引いて辛い思いしたんですけど、今回は確変に突入率が 50% ということで、マジで頑張らないと。で、当たってからは30回転の ST がついてくるショート ST なんですけど、その分ね、当たりやすくなってるんで。あ、これボタンを押して7音揃え、スイカ。あ、これ通常時もね、この電柱にがパカパカシステムがあるみたいで、もちろんこの電柱のところで当たると ST 突入みたいです。この真田準優勝の楽しみ方なんですけど、推しキャラカスタムができるらしいんですよ。で、これがねすごい面白いらしいんで、私はねロリッコが好きなんでこの子でいきます。かわいい。かわいい、望月ちゃんで。かわいい。なんかいろいろあるみ、あ、でまだ何も持ってないんで通常画面でまずは行こうと思います。この子を頑張って育てていきます。ちょっとね今日あの事前してる台が
すごいしずちゃんの近いんで。おフリーズ演出、これがね長く続けば続くほどいいんですけど、ショートだ、ショートフリーズじゃね、ショートとミドルとロングがあるみたいなんですけど、なんでわかるのよ。リーチ、リーチです。燃えついた。みんな可愛いな。決闘を挑もうた。いい度胸だ。うまくいきましたね。偽の果たし状とも知らずにな。新キャラですね、たてちゃん。かぶってんだよ、バクリ野郎。挑発に乗ったところですよ。うるさいぞ。八つ当たりくん。どうしますか、としま。なんだこの貧乳。どうだ。とりあえずダメか、ダメでしたね。やっぱショートはダメですね。やっぱでもショート、あのフリーズ演出はチャンスみたいなんで、そこに注目していこうかな。で本当に通常時のねパカパカが結構来てくれるからね。おショート、ショートはね、もう何回も来てるの。ショートじゃダメなの。お前たち、ひざまずけ。半蔵さんだ。貴様、ボタン連打で罵倒しろ。ミドルとかね、ログに行ってくれないかな。ひざまずけ。ひざまずけ。それがいいのよ。半蔵だ。罵倒成功。戦闘モードに行こう。ユーゴーちゃん頑張って、ああ診断中。どっち、ああめっちゃ食らっちゃう、ああめ簡単に KO された。いやショートでダメだね、やっぱり何回も言ってますけど、ミドルとロングが控えてますから、出しますから、このあと、多分すぐに。今日は8月3日ということで、夏休みいます、ただ中、学生の方はね。やっぱりね、夏をすごいことを1回もしてないんで、私自身は。あら、ちょっとあの水着の女の子を見て、夏を満喫したいなと、パチンコで。もう一回、ジュン。ジュン、それがいいのよ。罵倒成功。モエモエ当たったら ST。 おちょ、必殺必殺、赤い必殺出したい、必殺来い。じゃあ出なかった。もう一回やらせて。あまだやられないで。うわ一撃、ちょっとあの必殺技出たらよかったのに。あっ決めます。スイカ割りやってくれてる。またつまらないものを切ってしまいました。切っちゃってえい、あボタン赤かったんだけど失敗俺スイカ割りとか人生で一回もしたことないや。あパチンコ台だけでも成功してほしかった。人生では失敗でいいから。真田純勇士パチラブ。おお、これが熱いパターンなんだ。ナイスタックだ。おお、もう落ち着きか。ナイスタック。
リーマガジンジャンバリ関東版、皆さん見ていただいてますか？ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する情報が載っています。ぜひお近くのホールでゲットしてくださいね。ね、たくさん黒バラの漫画も載ってるぜ。